昔、あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。ある日、おじいさんが畑に行ってみると、いたずらたぬきが大根を盗もうとしていました。ほら、泥棒たぬきめ、待て。あっかんべーのポンポコリン。たぬきは憎まれ口を叩きながら盗んだ大根を背負うと、スタコラさっさと逃げていきました。タヌキは遠くまで逃げてから、大きなお腹をポンポコ叩いて言いました。やはり、もろもろじいさん、ここまでおいで。おじいさんはカンカンに怒りました。憎たらしい悪ダヌキめ、必ず懲らしめてやるぞ。おお、そうだと言って、小枝と縄で穴を作りました。
米はおいなんのと言いながら、抜き汁に入れる餅をつく支度に取りかかるのでした。今度はタヌキは泣き泣き頼みます。玉木さん、出番ですよ。私は国情テレビと呼ばれ、それはそれは世間の憧れでございました。ゴールデンタイムという夜の放送時間になると、私の前に